盛れるようにエピソードしてるね。アイドルですね。顔ちっちゃいな。顔ちっちゃいな。ほんとちっちゃいな。ちっちゃい。上からちょっちょい上から真顔くらいだった。でもあいつ近くてもいいよ。5人ぐらい、うん、そしたら急に電気がバンって全部消えて、で檜山君はなんか白いの見てんだけどみたいな言い出すし、もうみんなパニック、うわっマイクつけて、やばいやばい、マイクつけて、うちって泣くし、そううち5人ぐらい、やばい、うちやばくてすぐ電気つけてすぐ帰って、もうで警備員さんの方に消灯時間でしたとかって聞いたら、いやそんなことないです、いや怖っ、だけどもう絶対この話しちゃダメで、うん、出ちゃうから、ワンチャン映ってる可能性がやめてください。今回の企画は僕たちジャニーズだからこその素晴らしい企画となっております。なんだなんだ、イケメン診断。よっしゃー、はい、ということで今回はイケメン診断アプリを使ってみんなを来る、あ、ごめんごめん、自分に惚れちゃってた。まあまあまあ、いいでしょいいでしょ、イケメンなんでね。今回はイケメン診断のアプリを使ってみんなの顔を判定したいと思います、うん、はい、ランク付けされちゃうってことで、ちなみにその、はい、ハイハイジェッツさんも前、うん、同じ企画をやられてたんですけども、橋本くんと高橋くんが、ゆうとくんそうね、高橋くんでよしは久々に聞いたけど、あの橋本くんとゆうとくんが S ランク、はい、で、猪狩くんが A、うん、で、水木くんが B、 佐久間くんも A でしたね、うん、なるほど。ハイハイジェッツは AI から見てもイケメンっていうことで、そういうことですね。確かに S が2人もいますからね、ちょっと俺らも負けらんない、負けらんない、全員 S で、永瀬は D とかだな。D とかじゃない、俺 E ないよ、ちょっと最低エラーとか、ね、エラーになって、もう一回取ってくださいって感じみたいな。カイロどう、自信はある？え、いや、なんとも言えない。何点ぐらいだと思う、自分の顔。いつも俺に言ってくるやん、俺って100点の顔してるよ。そんなキャラだったの？なんで？もちろん黒田君はもう自信あるですよね。まあ自信なかったらここにいないよ。わ、かっこいい。うわ、かっこいい。いや、ということで、この中で一番イケメンに診断されそうなのは誰だと思います？俺は深田かな。マジっすか、うん、なんで？イケメンじゃん。俺、普通個人的に渡君の顔が好きなんですよ。おガチ、前から言ってる。好き、かわいいくないですか？かわいい、かわいい。まあ、もう、素晴らしい顔立ちしてらっしゃるから。そう、なんだよ、なんか鼻高いしね。そう、これは期待大、鼻高いから。それでは、イケメン診断やっていきましょう。イエーイ。トップバッター、黒田くん。はい。ちょっと一発目からやっちゃってください。あ、任せてください。いい一発目を出したいと思います。そうですね。まあ、ありがたいことにファンの人とか、はい、まあ友達とかに、まあよくいいねって言われるんで。なに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 、今日美女いいねみたいな。チャラ、何言われるの？うん、学校で会うたびに、今日美女いいねみたいな。きたわお、角度大事、これ角度大事よ。すごい、じゃじゃじゃ、いいね、やる気ねえだろ。美女いいね、美女いい、状態いいね。状態いいね、イケメンですね。あれ、状態いいね。いただきます。はい。自分の顔が、うん、ちょっと待って、美人いいよね。いや、じゃあもう一回、もう一回って、もう一回、いや、多分今映りが悪かった。ガチで決めに行ってみて。ガチのガチ決め顔で、ガチ決めるか、可愛い系でいくか。雑誌の撮影だと思って。そうだね、そうだね、雑誌のね、自撮りの。あ、いいじゃない、どうなるか。いや、2回目ですけど、2回目ガチで S 出ると思って。大丈夫、大丈夫、 D 出たらめっちゃ盛るから。やばい、また C と D とか、 D とかやばいよ。D え、カラエチじゃないあれ、これちょっと厳しくない？ちょっと待って、もう一回やっていい？これさ、橋本君と言うとさ、すごくない？すごい S 取ったの一発とかだったら、髪の毛全部上げる。ああ、そう、顔面で、もう顔面でしょ。ガッツリ顔面ね、ガチ顔面ね。
ガチ顔面で勝負で。自分で当たってない。大丈夫かお前。大丈夫、すっげえかっけえ。状態いい。状態いい。溜まってたような気がする。状態いい。大丈夫さ。もうちょい多分アップしようか。そう、あ、そうそうそう。これやばいっすよ。ちょっと待って、俺。いや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 。C、B、C ということでこれ、持ってないから大丈夫かな。まあじゃあ次、早速やっていきますか。そうだ、俺か、わたるくん D だった2番手、わたるくん。はい、どうですか、1番手結構散々でしたけども。そうね、自信のほどは。いや別にな、ないんだよな。ないやいや、自信持ってくださいよ。ん、カメラ目線鼻が高いな。すごい、ね、なってるやん。オッケー、いいんじゃない。うわ、きた、きた、いいんじゃないですか。さあ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 、大丈夫ですか。せーの、ちょっと受けないでね。 C。 うわ、うわ、え、厳しい、きたー。待って待って、小声で、黒田君、小声でおかしいよ。いや、A 出ましたね。どうした、俺の携帯が甘かったのかな。じゃあ同じ携帯でしょ。同じ携帯かな。黒田君、ガチめにショック受けてるやん。大丈夫。まあまあまあ、行きましょう、行きましょう。大丈夫。じゃあ次、続いては、深田でーす。SS くらい出しちゃうよ。 SS のライン、 SS 出すよ。うーわ、マジ。さあ、怖っ。いや、ガチ怖いんだけど。頑張れ。結構かっこいい。いけるだろ、お前は。いや、かっこいいよ、それは。結構怖い。かっこいいけどさ、まあいいや、SS 出せばいいんでしょ。 SS 出せばいいんでしょ。 OK、SS 出します。深田 SS 出します。バン。おー、ちょっとやってみていいですか。うん、あ、でもなんかこの比率、理想の比率 46% の 48% 2% と 2% ぐらいずつ違うんだね。ちょっと待って待って、 S 頑張って。 S を狙ってね。 S ちょっとじゃあ角度つけてみようか。角度つけすぎるかな。つけすぎないですね。大丈夫、できるんだ。あ、でもできたね。できなくはないんだ。いやいやいや、俺マジマジ優秀だ。どうぞ。ガチ来い。すげえ。さすが。4番手、山くん。はい。来ちゃったね、山くんの番が。いや、怖いんだけど、なんで。いやいや、なんで怖いの。 S はずるくない。いや、運もあると思うけど。いや、山くんが出るよ。出ると思う。うわ、怖い、これ。万人受けすんじゃん。イケメンや、ミヤコや。いや、これで D 出したらめっちゃおもろくない。出ない。マジで出ない。ないよ。じゃあ、やります。うわー、怖い。いや、行くよ。なんか見てるこっちもちょっと緊張してるっていう。ヤーマンお母さん似すぎ。マジ？ヤーマン君のお母さんはね、美人ですからね。綺麗。じゃあ撮ります。はい。もうほら、もうすぐ撮るやん。じゃあ結果。待って、やばい。頼む。いくよ、来い。さあ、どうぞ。せめて、せめて。ほらね、何回かやめます。角度で S 行く可能性が、上からちょい上から真顔くらいだった。でもあれ強くてもいいと思う。この辺。そうさあ、頼む。 S 来い。イエーイ。待って、お前もこっち側だよ。急に5番目、カイルくん。カイルどう。いや、ちょっと怖い。怖い。怖い。ちょっと、まあ、そりゃそうよ。でも自信あるでしょ。いや、ない。ないの。マジでない。ちょっと本当に怖い。いや、本当に怖い。本当にみんな言うけど、カエルは本当に
将来、はい、絶対イケメンになる、ね、そう帰ってきた時からそうだったもうね、流行りの顔だよね、今もう完全にずーっと顔がまずちっちゃいからさ、かわいいし、かっこいいし、これ帰る D 出しちゃ面白い。いやいや、D はラストまで D はラストまで見てくれてるよ、これ D は最後まで、最後まで撮ってやるとは帰るじゃん、やってみてください。はい、 D なるかな、顔ちっちゃいな、顔ちっちゃいな、ほんとにちっちゃい、顔ちっちゃいな、ほんとにちっちゃいな、ガチ顔ちっちゃい、そんな近すぎないとな、ね、顔真ん丸やん。わっ、これはやばい。まあ一発目ですから。おお、やっぱそうなんだよ、一発目から A が正しいわ、これ正しいわ、これ正しい、これ正しい、正しいわ、これ正しいことになったら、これだから C ってことになっちゃうけど、カエルも多分 S 出るよ、絶対上ちょっと上からやれば、顔曲げちゃったら言えないよ。あ、そうだね、そんな感じ、怖い、いけ、カエル、ドン、おー、 A なんだ、安定して A 出す、ね、そうだね。6番目、織山くん、はい、自信ありますか？自信ないです。ありますよね、自信とかじゃなくない、期待してないもん。オリはこういうなんか AI とかで決められるのマジで嫌いだから、大嫌い、なんかわけわかんないもん、なんで AI に決められないの。え、なんで、いやいや、これ S 出たら仲喜ぶよ。そうだよ、絶対そうだよ、絶対そうだよ、ちょっと、これ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 、違うよ、ちょっと、ね、保険かけてない、リアにはしないの、そんな難しい。信じてない人結構かっこよくね、結構、っていうか、普通にめちゃくちゃかっこいいなんかアニメのキャラみたいな、丸顔っすよね、オリは。まあ、これのに選ばれてるから、そうか、そうか、AI 信じてないんだ、そうだよね、でもちゃんと覚悟つけてますね、ちょっと漏れるように調整してくれ、アイドルですね、いや、そうだね、あ、いいね、え、これ言ったでしょ、言います、これは言ったでしょ、森山くん、じゃん、おー、えーですね、ゲストです、ゲストです、めっちゃ似合うけど、なんだろう、YouTube だからね、もう似合う、YouTube だから嬉しそうにしとかないとダメでしょ、一応何とも思ってないですよ、話が違えよ、信じてないんだ、でももう一回やろうとします、こういうの黙るじゃん、いいです、絶対いいです、やってみて、やってみて、もう一回です、一回 S 狙ってみてください、折山くん S 狙ってるよ、言って一回ちょっとやってくださいよ、 AI のこと、あ、その彼氏目線みたいにいいっすね、いいっすね、ここもうスクショしてください、スクショチャンスですから、彼女目線、彼氏目線、間違えた。じゃあ俺の上2回目どうぞ、おー、 A だ、 A、 A、 安定した、 A、 安定、 A でいいじゃん、いいや、 S の目線、いいや、いいじゃん、いいや、深田だけ今回 S でいいよ、いいや、深田だけとは僕まだやってない、大鳥永田くんです、はい、やれー、やれた、自信は、自信はもう本当にない、これはちょっと面白くない結果になりたくないんですからね、まあちゃんとやろう、 B とか出るのが一番おもろくないですか、いや、それ、そうだね、 B、 B が一番おもろくないですか、 B、C とか、とりあえずでも一回、もう両方俺やないこれ S 出た場合みんなの期待が、いやいや、永田さんジャニーズですからね、最初孫でいいんじゃない、何ですか、いいよ、大丈夫、いいよ、撮ろう、自信持って、かっけえ、自信かっけえだと、ジャニーズジュニアです、少年忍者です、はい、来ました、いやー、怖っ、超怖い、これいきます、頼む、せーの、頼む、バーン、ダーン、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、絶対バグってるこれ、待って待って、結果はじゃあ永瀬の口から、うん、結果は、D です、本当にお前持ってるから、すごいよ、すごいよ、お前さすがだと思う、バラエティ分かってる、いや、分かってるわ、さすが大鳥って感じ、さすが、だから言ってたらしか D 出す自信はあるよって、ちょっとやってみてどうでしたか、でも楽しかった、やっぱ AI ってやっぱね、ちゃんと診断してくれてるっすよね、うん、いや、あいつ納得いってねえよ、納得いってない、いやいや、やっぱ AI を信じた方がいいですよ。